皆さんこんにちは、賃貸のまさきの内田です。本日は木津川市、梅木台にやってきました。今日ご紹介するのは、ファミリーさんにぴったりな 3LDK の、テラスハウスタイプの賃貸住宅です。それでは早速ご紹介していきます。まずこちら1階のスペース、大きな LDK のスペースとなっております。こちらですね、かなり広いスペースとなっておりますので、ダイニングテーブルやソファー、テレビなどを置いていただいて、ご家族で、ゆっくりと食事をしていただいたり、くつろいでいただける、そんなスペースとなっております。そしてこちらの、リビングからはこのように専用庭に出ることができます。それでは、奥のキッチンをご紹介させていただきます。キッチンもですね、非常におしゃれなタイプとなっております。カウンタータイプとなっておりまして、こちらですね、ちょっとしたこのようなカウンターがございますので、できたお料理を置くことなどができます。キッチン自体も非常に広々としております。調理するスペースも十分ございますし、こちらコンロを置いていただくスペースですね。あとレンジフードもかなり大きなものがついております。収納の方もですね、上の収納からですね、下の収納もかなりいっぱいついてますので、キッチン用品、お鍋やお皿といったものが全て収納できるんじゃないでしょうか。そしてカウンターキッチンといえばですね、ちょっと後ろのスペースが狭くなりがちなんですけど、こちらの物件このような広くなっておりますので、冷蔵庫やですね、食器棚など置いていただいても十分にお料理をしていただける、そんなキッチンスペースとなっております。そしてですね、こちらのお部屋、このようにモニター付きのインターホンがついておりますので、セキュリティ面もバッチリです。それでは水回りをご紹介させていただきます。こちらがですね、洗面所となっております。洗面台は人気のシャンプードレッサーです。そして奥にはお風呂がございます。お風呂もですね、白を基調とした非常に清潔感のあるお風呂となっております。もちろんシャワーなどもついてますので、一日の疲れをしっかりと癒していただけることができます。洗面所を出ていただければ、その横に広々とした玄関スペースが広がっております。もちろん下駄箱もございますし、段差とかもないのでですね、高齢者の方でも非常に安心して住める、そんな、お部屋となっております。こちらはですね、テラスハウスタイプとなっておりますので、まだ2階がございます。2階はですね、担当の中島さんを呼んでみましょう。2階担当の中島さん。はい、2階担当の中島です。はい、ここからはですね、上3つ、洋室がございますので、そちらを順々に、ご紹介したいと思います。ではどうぞ。まずはこちら、こちらがですね、1つ目の洋室となっております。こちらの洋室、こちらこのようにですね、とても広々としておりますので、お子様の子供部屋としても十分にご活用いただける、そんな広さがあるんじゃないでしょうか。収納スペースももちろん豊富にございまして、こちらを開けていただくと、なんとびっくり、こんなにもですね、横幅、高さ、奥行きがあるクローゼットがついておりますので、衣装ケースなどを置いていただいて、クローゼットにですね、コートなどもかけていただけるので、とっても使いやすい、収納スペースがございます。そしてこちら進んでいただきますと、奥にこちらとこちらもう、お部屋がございますので、一つずつご紹介したいと思います。はい、こちらはですね、先ほど同様に、同じような広さの洋室となっております。こちらのお部屋にはですね、このように東向きのバルコニースペースもございますので、こちらにですね、まあ、お洗濯物を干していただくことも可能かなと思います。それではここでクエスチョン。こちらの扉、開けると何があるでしょうか。はい、残念、こちら、クローゼットではないんですね。こちらを開けてみましょう。そう、ウォークインクローゼットになってるんですね。このようにとっても広々としたウォークインクローゼットとなっておりますので、まあ、こちらにもですね、衣装ケースなどを置いていただいて、コートなどをかけていただいてということで、収納力がとっても豊富な、そんなウォークインクローゼットとなっております。それではここでクエスチョンタイム2となりますが、こちらの扉を開けると何が待ってるでしょうか。その通り、お見事。こちら開けていただくと、先ほどご紹介しようと思っておりました洋室へと続いているんですね。こちらの洋室からもですね、ウォークインクローゼットが利用できますし、このように大きな窓もございますので、明かりもしっかりと入ってくる、そんな明るいお部屋となっておりますので、お子様の子供部屋としてもご活用いただけます。そしてこちらの扉を開けると、先ほどご紹介いたしました2階へ続く階段の
部分の廊下となっております。いかがでしたか？これだけ広々とした 3LDK のテラスハウス、気になるのもやっぱり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のお先では皆様のご来店をお待ちしております。はい、そんな感じで本日は木津川市梅見台のエスト30のご紹介でした。また見てねー。